カキンゲームズ。ハロー YouTube。ヒカキンゲームズへようこそ。どうも、ヒカキンです。やってまいりました、ゴジラ。今回はですね、ハーレー X をフレンドで使わせていただき、その他は、坂本龍馬、西郷隆盛、2匹極みです。あと、七海が60レベルくらいだったかな、のパーティーです。少しでもアンチ重力バリア入れたくて、七海と、西郷隆盛と、で、フレンドの、ハーレー X ですね。ただ、今まで一番進んだ時はゼウスだったんで、ストライクショットがハーレー X、急所に当てられるか、それだけちょっと不安なんですが、行きたいと思います。挑戦！あと、HP もね、ちょっと少ないんですよね。ゼウスがまあ、めちゃくちゃ多いんですけども。さあ、一回。とりあえずみんなにぶつけながら行きます。いけ！やべえ！斜めに当たってない。よし！お、ラッキー。じゃあこういう感じでちょっとした後に加速、いけ加速、よし、ザコ倒した、おし、今ナイスだよね、ナイスっていうか運がいいね。ゴジラに当てようかな、ほら、厳しい、お、攻撃は運よくあんまり当たってない、下カンカンいきます、ちょっと次食らっちゃうの怖いけど、ほら、うわ、やっべ、失敗した、最悪、厳しすぎる、こういう感じでいけ、よし、うわ、左のやつも倒してない、あー、ここカンカンいきます、お、最後の、いいね、よし、ストライクショット貯めよう。ちょっとこれゆっくりいきますよ。ただ、ホーミングがいないんで、貯めやすいっちゃ貯めやすいような気もします。まあ、最悪この上の、ミニゴジラみたいなやつを倒しちゃってもいいかなと思うんですよね。右の方が強いイメージなんで。ただ、ハートが出るかどうか心配なんだよね。立てていきます。よし。ハーレー X はよく考えたらストライクショットが速いんだ、スピードも速いからな、やべえ、下向いてる、ハート取んな、あ、取っちゃった、もう一回出てくれハート、よし、この攻撃ではそう簡単にはやられない、これブーツ取っちゃうかな、あー、取っちゃった、うー、焦げろ、アンチ重力バリアで焦げます、よし、ハート出ないな、うわ、それも嫌な位置にいるな、まあ立てていきます、よし、これで OK、 ハート出ねえな、し、地道にいきます、ただゼウスよりはだいぶハーレックス早いので、それは唯一ね、いいところですね、まあ、あとはアンチ重力バリアってとこですね。よし。やべ、やべ、ただレーザーじゃそう簡単に死なないんだよね、この子ね。やべ。結構食らうぞ。坂本さんは焦げてくれるんで、大丈夫。オッケー。おし、ハート出た。最後、坂本龍馬か、七海で貫通で金になった後取ってフィニッシュって感じだね。まっすぐ。よし。次が七海、あ、また出た、ラッキー、左行っても大丈夫だな、はっ、やべ、ほんと左行っちゃった、よし、いいぞいいぞいいぞ、順調だ、 HP9 万いってないけど、ハーレーにはやっぱハーレーの良さがあるね、これは盾でも大丈夫だよね、よし、よし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 、地味な戦いなんですが、これをやんないと勝ち目が全くなくてですね、あー、ちょっと怖いからこれ取っちゃいます、よし、気になった、うわー、これ当たっちゃうかな、まあ当たっちゃっても倒しやしないんで、いきます、
あ、セーフ。よし、順調。はい、よし、ナイス。ほぼまっすぐ。横ですね。やべ、セーフ。よし、2人溜まった。あとは坂本龍馬が6ターンか。ちょっと食らっても多分そんな簡単に倒せないんで。よし、 OK。 坂本龍馬が溜まったら行きたいね。ただ誰がストライクショット、誰のターンから次のフロアに進むかっていうのも重要ですよね。ハレックスで行こうかな。取っちゃいます。あ、取らなかった、ラッキー。よし、万全だ。あとは坂本さんだけだ。やっぱり残しとく敵はこいつが一番いいですね。結構タフなんだよね。いいね、いいね、いいね。おっと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 、しゃ、さあ誰のターンでいくか。とりあえずナナミはたこ強力じゃないからな。まあハレ X のターンでいこうか。ってことはそろそろ攻撃しといた方がいいな。よし、いくぞ、倒します。ほら、よし、全回復。あ、やべ、ナナミからになっちゃったか。まあ大丈夫でしょう。お、いいとこにいる。ナナミのストライクショットはね、そんなに強烈じゃないんだけども、場所がいい。覚悟は良くて、いけ。お、ナナミにしては食らった方だ。お、き神は味方になっている。あら、遊んであげるぜ。うお、ハーレックス、これがハーレックス。よし、ここでも頑張って貯めよう。必死に貯めます。ただ3匹残ってるから、大事に大事にやっていけばね、一体残しながらね。よし、18ターンか。ハーレ X が鍵だな、やっぱり。あ、倒しちゃった。やばい、敵が弱いやつしかいない。あー、それもこれ当たりそうだな。ちょっと下目に行くか。上くんな、やっべ。ハートはどうでもいいんだ今回は。あー、取っちゃうな。取りたくない。やべ、取っちゃった、取っちゃったし攻撃もしちゃう。ナナミが近いな。つうかナナミが動けないな、あれじゃ。ナナミはもう一体倒すつもりでいかないと無理だな。うん、あ、やべ、立てていこう。よし、ただやっぱハーレックスターンがね少ないね。いいね、これはしゃあない、一体犠牲にします。よし、こいつを大事にしていこう。よし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 、よし、いいぞ。盾か。最悪斜めに当たっちゃうかもしれないけど。ほら、よし、やっぱ300キロ超えると難しい。お、絶対ハーレーで取りたい砂時計。やべえ、うわ、ナナミもまたこれ横しかねえな。やべ、坂本さんに当たっちゃった。セーフ。いいぞ。わし、
ハレックス5ターン。さっきはでも運が良かったっていうのもあるんですよね。誰からだ。うわ、こういうことしちゃうからダメなんだよ。使っちゃうか。次のターンハレックス溜まるもんね。使っちゃおう。できたら上上がってってくれ。いけ、頼む坂本ちゃん。坂本ちゃんじゃねえ。おおおお嘘西郷さんってめっちゃ強いね。超強い。ハーレックスに当てながら下がろう。こんくらいか。いけ、惜しい。ただこれはまだ耐えられるだろ、さすがに。ハートも多い。これは取っちゃうから、じゃあ倒していきます。しゃ、ラストターンまで来た。それもハーレー溜まる。これ使わないでいけるもんね。坂本龍馬じゃなくて西郷どんだけ何とかして貯めたいね。つっても19ターンか。モンスター大事につってもこれだとやられちゃいそうで怖いな。ちょっとハート取っちゃいます。こういきます。上倒せ。あー、4匹は結構食らうぞ。やばい、これやばいんだって結構。あー、とりあえずこの爆発倒します。いけ、いいぞ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 。一番上のアンチ重力1匹残しとけば多分いけるでしょう。あと、あ、もうちょっとか。ハート出ろ。出ねえ。ハーレーは強いから。よしよし、オッケー。ハート出た。それも西郷さん以外全員溜まってる。敵の位置もいいぞ。あと15ターンだ。いやー、これでなんとか貯めて最後運がよくいけば、いよいよ可能性が少しはね。うわー、こっからが勝負だ。冷静にいけ。よし今日一回ダークゼウス、あ、違う、ダークじゃない方の、あの、神化したゼウス使わせていただいて、フルに回復して全員ストライクショット貯めていったんですけど、ゴジラあとこんくらいで勝てなかったんですよ。あの電車の中でね。絶対その、もうあの悔しさだけは嫌なんですよ。勝てそうだったのに負けたっていう。よっしゃ、いいぞハートも万全だよ。坂本さんは焦げてください。よし、お、これはでも貯めていけるね、普通にやれば。あ、やべ、左行っちゃったこのモンスターが本当にね、タフであってくれて助かってる。いけるいけるいける。いやー、最終ターンまでまず冷静に行こう。よし、あと7ターン。坂本さんは焦げてください。よし今までゼウスかオーディンばっかり使ってたんですけど、ハーレー X 初めて使ったらまさかのこんなに来れましたね。やっぱりすごいキャラクターだ、ハーレー X は。自分で一匹持ってたらとんでもなく強力なんだな、やっぱね。持ってる人が羨ましいけど。よし、このメンバーでも勝てる。よし、いいぞ。結構食らってきたね。ちょっと怖いけど。
で、どのタイミングで次挑むかだよね。ハレックスからがいいよね、絶対ね。ってことはこの次ぐらいに行った方がいいから、1、2、3、4、そうだよね、ハレックスから行けば最後の次溜まるもんね。ってことは次の次ぐらい、そろそろじゃあ食らわせた方がいいのかな。まあいいや。いきなり倒しちゃったなんて言うと最悪だからね。何も食らわしてないからな、これほとんどな。とりあえずハート取りたいな、そろそろ怖いから。この辺で行くか。ハートだけ取って、ハートだけ取ろう、1個。取れ。よし！倒せるかな、これ。こういう感じで行って、ハートも取って、倒せ。行け！うわ、倒せねえや、やっぱり。あ、これは、粘ってからナナミで行きたい、やっぱり。粘ります。最後の最後でいつもやられるからさ。一切手を抜かずに。よし、いいぞ。よし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 。あー、こいつは強いんで。倒しちゃう可能性があるからね。よし、いいぞ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 。よし、これでハート狙って、お、いいぞ、ハート、ハートで逆走でいけ、倒せ。わ、やべ、生きてる生きてる。もう一旦粘ろう。ナイス。ナイス、ハート。よしよし。あ、やべ、くっす。あっ、ハーレー、この位置か。ハート取っていきたいな、これ。ハート取ってなんとかいけないかな、これ。こういう感じでいけ。よし、ハーレー下の位置だ。さあ、ゴジラどこに出んだ。うわぁ！来たじゃん、これ。行きます、遊んであげるよ。今までね、何十回もやられてるから。行きます、遊んであげる。ストライクショット。うわぁ、つえ、やっぱつえ、最終弾はつえ。アンチ重力バリアあるからな。なんとか坂本さんが西郷さんとハレックス両方に当てたい。いけ！ストライクショット！当たってねー。あともう西郷どんにかけるしかねえ。うわぁ、音楽が、音楽が優勢なんだけども。ちょっと隙間かな。でもいけるっちゃいけるんだよね。使わない後悔より使って後悔だ。この角度しか無理だな。頼む、ジャパニーズソウルストライクショット。あー、つえー。お、いい位置にいるけど、次全部1だな。ザコもやられてくれ。いけー、ナナミー。うわー、かー、いや、ベスト尽くしたな、でも。ベスト尽くしましたね、今僕。最後のさ、ハーレー X の時とか、急所、もろど真ん中で突っ込んで。あー、坂本龍馬がやっぱアンチ重力でこけちゃうのもあれですけど、
西郷隆盛もね、狭いところで急所と挟まったりしたら、意見だけでやっぱ無理だったな。いやでもめちゃくちゃいい戦いでした、僕にとっては。あとゴジラ2日間かな、今2日間の時に撮ってるんですけど、なんとかしてゲットしたいですね。あの友情コンボの右下に出るバーっていうレーザーとかめっちゃ強いんでね、頑張ります。ご視聴ありがとうございました。ヒカキンゲームズチャンネルをチャンネル登録お済みでないという方、よろしければぜひ登録をお願いします。今スマートフォンからご覧の方は、この動画画面の下の方に見える、チャンネル登録ボタンを押すと登録できます。 PC タブレットからご覧の方は、動画画面内のこちら側に見える、登録ボタンを押すと登録できますので、よろしければお願いします。その他私ヒカキンの、Twitter、LINE 公式アカウント、オフィシャルブログの URL もこの動画の概要欄に合わせて載せておきますので、フォロー、友達登録などお願いします。ゴジラいつか倒すぞ。あと2日しかないけど、バイ。